我が一高時代の犯罪は、高木明光の中編推理小説。1951年、宝石5月号と6月号に掲載された、コーズ京介シリーズの一編、人間消失テーマの古典的作品。題名は木々、高太郎の我が女学生時代の犯罪にちなんでつけたものと言われており、別題として、時計等の秘密がある。コーズ京介と、 松下健三との出会い、及び昭和10年代の学生の寮生活や風俗を描いており、過密の最初の事件を描いた、いわばシャーロック・ホームズシリーズにおける、グロリア・スコット号事件の役割をも果たしている。1938年の4月半ばのある日、一人の女が一高生、妻木光一郎を訪ねてきた。無気の妹と自称するその女に会ってから、 妻木は明らかに老狽していた。向きの同級生である、松下健三は同じ日にその女が別の一校生と密会をしているのを見かけた。その翌日、向きの弟、健次郎は汁粉ご灰をかけて、肝試しをしないかと松下を誘う。場所は一校本館の時計台であった。風紀点検委員の飯田、向き、同級生の青木ら5人が参加し、 両家を歌いながら屋上まで登り、降りてくるという肝試しが行われたが、飯田に続いて時計台の階段を登っていった妻木は、そのまま消失し、残されたものは、向きの砂時計と、当日の朝から紛失していた、高津京介のマントだけであった。翌朝、状況を、松下から聞いたカミツは、謎はすぐに解けたと言い放ち、むしろなぜ向きが姿を隠したかが問題だという。そして、 この事件からは、ファウスト伝説を思い出すと述べ、松下と共に、妻気象室の捜査に乗り出す。謎の女は、青木の交際相手で、飯田のイボ妹であった。彼女に絡む、謎の一高生、中国人留学生の修羅を巻き込んで、事態は紛糾してゆく。1951年8月24日公開。制作は、東映東京撮影所、配給東映。 高木や光の映像化作品では、原案クレジットの1949年大映「透明人間原丸が最初だが、小説の映像化は、本作が初。1951年4月1日に設立された、東映の11作目の配給映画で、東映東京撮影所、設立5作目の制作映画。また後の東映社長、岡田茂プロデューサーの初クレジット作である。 岡田茂の初プロデュース作は、東横映画時代の1950年、日本戦没学生の手記機家、和田摘みの恋であるが、同作はノンクレジットで、2作目の1951年、風にそよぐ足もノンクレジットのため、クレジット作品としては、本作が初となる。本作の制作クレジットは、岡田敏幸と連名であるが、岡田の単独企画である。岡田は、 スリラーとしては、かなりハイブローで型破りな本作に着目した。日本戦没学生の主記家、和田摘みの声の大ヒットで息上がる岡田が次に、企画した本作は、キネマ順方社入社間もない余儀正宏から、上席企画の多い東映映画としては、珍しい移植作と評された。東映は、満身創意の三者合併で、負債額は11億円超に及び、 倒産寸前と言われ、岡田も大英の松山秀夫から引き抜きの声がかかっていた。このため、高木や木光は映画家権料を支払ってもらえるのか、危惧した。高木は交渉を滝沢はじめに一任し、岡田は滝沢から原作料30万円のいいねを、その場で飲み、無理して、側近で支払った。滝沢は、若いのに着物座った男だと感心し、以降も、 岡田と交友を深めた。岡田は、どうせなら、東映が潰れるのを最後まで見てやろうと考えていた。日本戦没学生の主聞け和田摘みの声と、監督やキャスティングに共通する部分もあり、本作も、右翼の嵐が強かった時代の一行の左翼系学生をモデルにしており、岡田に、同系統の映画で、柳の下の2匹目の土壌を狙う意図があった。クレジットにないが、 岡田は、関川秀夫監督に、山本札夫監督を加えた、両監督で撮影したと述べている。また、当時新州大学在学中だった、熊井慶が、ロケ地の案内役を務めてくれたという。しかし一校では校門を取ることも、校内ロケも一切許可しないと言われたため、天野定優の箱根の別荘に押しかけ交渉した。天野からは、許可はできないが、 撮影してはいけないことはないだろうと言われ、同行での撮影は、今で言うゲリラ撮影を敢行。無断で撮影クルーが、校内に侵入し、撮れるだけ撮って、怒られたら逃げる戦法を用いた。後の進撃の大御所、木村磯岡田英治、金子信夫は当時は、新人俳優であった。突飛な題名の上、内容が堅く興行は、難しいと予想された。風切り当日、 岡田は浅草東映の前でお客が来るのを待ち構えていたがお客は全く来ない。たまに学生風の男が数と二人。記録的な大惨敗であった。ありがとうございます。